北銀ギャルリ・ミレーは、富山県富山市中央通りにある、ジャン・フランソワ・ミレーとバルビゾン派の絵画作品を中心とする美術館。富山県博物館協会会員。通称は、ギャルリ・ミレーで、施設案内ではこの名称が使用される。富山市中心市街地の賑わいを創生しようと、北陸銀行が所有する、ジャン・フランソワ・ミレーとバルビゾン派の絵画作品を展示するため設立し、 2012年9月1日に中央通りサンポロ商店街の中ほどにあるルシーダタワー1階に開館した街中の小さな美術館である。美術館の空間は北陸銀行が提供し、運営は富山県、富山市、富山大学、中央通商店街振興組合などで構成された任意団体であるギャルィミレ運営委員会が行っている。小さな美術館ではあるが、 ミレーの作品は、大作、羊の毛を狩る女を含め14点、その他バルビゾン派の、ジャンバティスト・カミー・ユコロー、シャルル・フランソワ・ドービニー、ジュール・デュープレ、写実主義の画家ギュスターブ・クールベなどの作品を39点、計53点を所蔵しており、20から30点を常設展示し、年2回ほど入れ替えられる。また、企画展示コーナーでは、各種企画展を開催している。 など、ありがとうございます。